ソル・インビクトゥス風にまとったイエス・キリスト・ソル・インビクトゥスは、ローマ帝国後期に盛んになった太陽神であり、兵士の守護神でもあった。ローマ皇帝群像によると、ソル・インビクトゥスは、ローマ皇帝エラガバルスが、シリアのエメサからローマへもたらした信仰であるという。ローマ帝国内で次第に盛んになり、西暦274年12月25日には、 アウレリアヌス皇帝はそれを伝統的なローマの様々な信仰と並んで、これを正式な信仰とした。現在これは新しい神が古代ラテンのソウルの信仰の再建であったのか、エラガパルスの信仰の復活であったのか、それとも完全に新しいものかについて学者たちの意見は分かれている。この神はアウレリアヌスミカドゴの皇帝たちにも支持され、 彼らの時代の効果にも現れ、コンスタンティノス一世の知性の最後まで続いた。ソル・インビクトスに言及している最後の秘文は、西暦387年に遡り、5世紀には信者が相当いたため、キリスト教神学者のアウグスティノスは彼らに対して、信じないように説教する必要があると考えた。ユダヤ教のシナゴーグのモザイクで、中央に太陽、 十二の王道体の星座に囲まれ、星座に不正確に関連付けられた四つの季節といった太陽の伝統的なイメージは初期のユダヤ人の芸術でも使用されてきた。一部の歴史家によると12月25日はソル・インビクトスの祭りの日であったためクリスマスはこの日に設定されたという。この説は特に18世紀と19世紀に広く懸念された。ありがとうございます。